アニーは、ハロルド・グレイの新聞連載漫画、小さな孤児、アニーを原作として制作された、ブロードウェイミュージカルである。1982年、1999年、2014年の、計3回映画化されている。舞台は1933年、世界大恐慌直後の真冬のニューヨーク。街は仕事も住む場所もない人で溢れ、誰もが希望を失っていた。そんな中、どんな時も夢と希望を忘れない一人の少女がいた。ニューヨーク市立孤児院に住む11歳の赤毛の女の子、アニーだ。10年前に孤児院の前に捨てられていたアニーは、いつか本当の両親が迎えに来ると信じて暮らしていた。ある日、なかなか迎えに来ない両親を自分から探しに行こうと、院長のミス・ハンニガンに見つからないよう、こっそり孤児院を抜け出す。野犬と出会い、サンディと名付け、サンディを連れながら、ニューヨーク中を探し回る。家をなくした人たちが集まるフーバービルと呼ばれていた貧民街に逃げ込んだが、警官に捕まって孤児院に連れ戻される。クリスマス休暇を一緒に過ごす孤児を探していた大富豪、オリバー・ウォーバックスの秘書グレースと孤児院で出会ったアニーは、ウォーバックスの自宅で休暇を過ごすことになる。前向きなアニーに惹かれた、ウォーバックスは、アニーを気に入り、養女にしたいと考える。しかしアニーは、自分の両親がまだ生きていると信じていて、本当の両親と暮らしたいという夢を持っていた。彼女が親を探すのに持っていた手がかりは、半分に割れた、ロケットのみだった。けなげな、アニーの気持ちに心打たれた、ウォーバックスは、彼女の本当の両親を見つけた者に$50,000の、報奨金を与えると公表する。お金を目当てに、大勢の人々が、自分こそ、アニーの親だと名乗りを上げ、これに目をつけた、孤児院の院長のハニガンとその弟のルースターらも、この金を騙し取ろうと画策する。ホワイトハウスを、ウォーバックスと訪れていたアニーは閣僚たちを、目の前にして、希望を失わないことを説きフランクリン・ルーズベルトは、ニューディール政策を発案する。ルースターが、ウォーバックス宅に変装して、アニーの親であると告白したが、FBI の捜査によって、アニーの両親はすでに火事により数年前に、死亡していたことがわかり、ハニガンらの企みは失敗。アニーは、ウォーバックスの養女となる。ニューヨークタイムズ紙によると、アニーは、アメリカ国内だけで毎年700から900回、上演されている。1976年8月10日、コネチカット州、イーストヘイダムにある、グッドスピードオペラハウスにて、エグゼクティブプロデューサーであるマイケル・ P ・プライスの演出により初演された。クリステン・ビガードが、アニー役に配役された。しかしプロデューサーたちは、ビガードは、厳しい環境を生き抜く孤児の役には合わないと考えた。1週間上演の後、アニー役は、他の孤児である。ペッパー役を演じていたアンドレア・マカードルに交代となった。ブロードウェイ公演において、ビガードはマカードルの代役となった。1977年、アンドレア・マカードル、レイド・シェルトン、サンディ1977年4月21日に、ブロードウェイのアルビン劇場で、オリジナルブロードウェイプロダクションが開幕し、アニー役は、アンドレア・マカードル、ウォーバックス役は、レイド・シェルトン、ミス・ハニガン役は、ドロシー・ラウドン、グレース・ファレル役は、サンディ・フェイソンが演じた。ダニエル・ブリズボアは、孤児役の一人であった。同年のトニー賞において11部門にノミネートされ、ミュージカル作品賞、作曲賞、ミュージカル脚本賞をはじめ7部門を受賞した。当時子役であったシェリー・ブルース、サラ・ジェシカ・パーカー、アリソン・スミス、アリソン・カークなどが、アニー役代役となった。アリス・ゴストリー、ドロレス・ウィルソン、ベティ・ハットン、マーシャ・ルイス、ジューン・ハボックなどが、ミス・ハニガン役代役となった。アン・アンガーが、ミス・ハニガン役のラウドン、ゴストリー、ウィルソンの代役を務めた。1983年1月2日まで、2377回を数えるロングラン公演となり、アルビン劇場において2009年に、ヘアスプレーに抜かれるまで、最長上演回数の記録を所有していた。ブロードウェイでヒットするや、4つのツアーカンパニーが編成され、北米各地で行われた。1978年3月、一組目の北米ツアーカンパニーはトロントで開幕し、アニー役はキャシー・ジョー・ケリー、ウォーバックス役はノーウッド・スミス、ミス・ハニガン役はジェーン・コネル及びルース・コバート、ルースター役はゲイリー・ビーチが演じた。4月12日から5月13日までマイアミで上演され、その後いくつかの都市で上演の後シカゴで32週間上演された。1979年4月、アニー役がメアリー・ケイ・ロンバーディに交代してツアーが続けられた。ロンバーディが成長しすぎたため、1980年秋、ボストン公演からセダ・ステムラーに交代した。1981年5月15日から、ロサンゼルスのロングラン上演で、アニー役を演じていたルアン・シロタが4ヶ月間、出演した。1981年8月、ベッキー・スナイダーがこのカンパニー最後のアニー役となり、9月6日に、閉幕した。1978年6月22日、西海岸プロダクション、または、ロサンゼルスプロダクションとも呼ばれる2組目の、北米ツアーカンパニーが、サンフランシスコで開幕した。アニー役は、パトリシアン・パッツ、ペッパー役は、ジェニファー・チヒが演じたほか、当時無名であったモリー・リングウォルドが、孤児の一人を演じていた。10月15日からロサンゼルスにある、シュバート劇場にて無期限の公演が開幕した。1979年6月12日、当時アニー役は、通常11歳の子役が演じていたが、パッツ役を演じていた9歳のシロタが、アニー役に配役された。12月、マリサ・モレルが、アニー役に配役され、ロサンゼルス公演閉幕後、1980年12月まで、ツアー公演が続行された。1981年、アリッサ・ミラノが、孤児の一人を演じ、1982年1月23日に、フィラデルフィアで閉幕するまで、クリスティ・クームスがアニー役を演じた。1979年10月3日、3組目の北米ツアーカンパニーがダラスで開幕した。1982年の映画、アニーでペッパー役を演じることとなるロザンヌ・ソレンティノがアニー役を演じた。23都市を短期間の上演で巡業した。1981年3月27日、アニー役がブリジット・ウォルシュに交代した。1982年夏、一組目のクロージングキャストであったスナイダーが参加し、9月に閉幕した。1981年9月11日、4組目の北米ツアーカンパニーが開幕し、アニー役はモリー・ホールが演じた。出演者の少ないバス&トラックツアーとして週に2都市で上演することもあった。1983年1月にブロードウェイプロダクションが閉幕した後も続行された。オリジナルプロダクションに出演していたキャスリーン・シスクが最後のアニー役となり、1983年9月に閉幕した。1978年5月3日、ウエストエンドにあるビクトリア・パレス・シアターにて開幕した。オリジナルブロードウェイキャストのアンドレア・マカードルがアニー役で40回出演した。12歳のイギリス人アンマリー・グワトキンもアニー役に配役され、オリジナルロンドンキャストレコーディングに参加した。オープニングキャスト及びオリジナルサウンドトラックの子役は、クレア・フッド、ジェーン・コリンズ、ダウン・ネピア、アネット・メイソン、ヘレン・スティーブンソン、ジャッキー・イ・カーズ、リンダ・ブリュイスであった。グワトキンは、クリスティン・ハイランドと交代で出演し、他に、アン・オルーク、ジャシンタ・ホワイト、ヘレン・ソーン、ローザ・ミシェルの4名が、アニー役に、配役され、翌年まで演じた。グワトキンとイ・カーズが、ダブルキャストとなり、その後様々な子役が、アニー役を演じた。シェリア・ハンコックが、ミス・ハニガン役のオリジナルキャストとなり、その後、マリア・チャールズ、ステラ・モレーがミス・ハニガン役を演じた。ウォーバックス役は、ストラトフォード・ジョーンズが演じ、その後、チャールズ・ウエストが演じた。ペッパー役は、デボラ・クラーク、モリー役は、メラニー・グラントが演じた。1485回上演の後、1981年11月28日に閉幕した。1981年のクリスマス時期、ウエストエンド公演はブリストルヒポドロムに移行し、その後全英ツアーを行った。イギリスでは、子役の労働法が厳しく、4ヶ月ごとに兄役を交代せねばならなかった。ツアー公演前のビクトリア・パレスの最後の兄役の一人には、当時10歳であったリーズ出身のクラウディア・ブラッドリーがおり、1981年に BBC で放送されたフェームに登場した。1997年には、オリジナル制作20周年の記念公演、アニー、ザ・20th アニバーサリーとして、ブロードウェイにあるマーティン・ベック劇場で復活した。ハニガン役をネル・カーターが担当したが、他のキャラクターの選考には疑惑が伴っていた。アニー役に抜擢されたジョアナ・パシティは、ボストンで、気管支炎を患って、公演2週間前に、突如、ジュライ役のブリトニー・キッシンガーに交代した。プレブロードウェイツアーは、コロニアル劇場で上演された。開幕初日、アニー役代役及び、孤児役のアレキサンドラ・キースマンが、パシティの代わりに、アニー役を演じた。その後、アニー役はキッシンガーが演じた。コネチカット州にあるオークデール劇場に移行し、プログラムには、アニー役はキッシンガーと記されていた。世間では、デパートメントストアのメイシーズがスポンサーとなった、アニー役コンテストで、パシティが優勝したことが知られていた。レビューも振るわず、結果的に短期間で公演は終了したが、続く全米ツアーは成功した。当時8歳であったキッシンガーが、ブロードウェイ公演、アニー役最年少記録となった。コマーシャルにおいて、ミス・ハニガン役のネル・カーターの代わりに、白人女優のマーシャ・ルイスが出演していたことにより、カーターが非常に落胆していると報じられた。プロデューサーたちは撮影し直すには費用がかかりすぎるとして以前のプロダクションで制作したコマーシャルを使用しただけだと主張した。しかしカーターはこれを人種差別と感じ、ニューヨークポスト紙におそらくミス・ハニガンを演じるネル・カーターが黒人だと知られたくなかったのだろうと語った。ただしこのコマーシャルにはカーターが出演することに言及していた。カーターはさらにとても傷ついたとし、黒人女性としての私を侮辱しており、放送を中止してくれるよう頼んだと語った。後に、カーターではなく、以前のミス・ハニガンの白人が出演するコマーシャルを放送することを決めたプロデューサーたちを差別主義者と呼び、木曜の公演は休演すると報じられた。AP 通信によると、カーターは、私及び私の代理人はこのコマーシャルについて、何度も解決しようとしたが、先方から何もできないと言われたと語った。そのため私は断念することにした。木曜日には、ニューヨークポスト紙において、カーターは人種差別を主張していたが、私は、この公演のプロデューサーか誰かを人種差別で非難したことはないと語った。プロデューサーたちは、新しいコマーシャルを撮影するには、費用がかかりすぎると語っている。その後、制作陣はカーターを降板させ、白人女優サリー・ストラザースを起用した。14回のプレビュー公演、239回の本公演の後、1997年10月19日に閉幕した。1998年9月30日から1999年2月28日まで、ビクトリア・パレスにて、ウエストエンド再演が上演された。ミス・ハニガン役は、当初レスリー・ジョセフが主演していたが、その後、ポール・オクラディが女装したキャラクターであるリリー・サベイジが演じ、ウォーバックス役は、ケビン・コルソンが演じていた。アニー役は、シャーリン・バートン、ターシャ・ゴールド、リディゴア、ソフィ・マクシェラが演じた。1999年8月、ブロードウェイ再演終了後、メレディス・アンブルが、アニー役を演じた全米ツアー公演が開幕した。2000年春、ダフィ役を演じていたアシュリー・ウィアロンスキが、アニー役を演じることとなった。2000年7月、ダナ・ベネディクトが、アニー役を演じることとなった。2000年から2001年にかけ、シドニー、メルボルン、ブリスベンを巡業する、オーストラリアツアーが行われた。ウォーバックスを、アンソニー・ウォーロー、ミス・ハニガンを、アマンダ・マグルトンが演じた。ウォーローのために、新曲、Why Should I Change, A Singが追加された。アニー役は、レイチェル・マーリーとジョディ・マゴーが演じた。各都市で、アニー役2人と、7人の孤児のうち2人が、新たに参加していた。2001年、リンカーンのシアターロイヤルでの1ヶ月公演を含む、全英ツアーが上演された。アニー役は、ケイト・ウィニーとジェマ・カーライル、グレース役は、ルイス・イングリッシュ、ミス・ハニガン役は、ビッキー・ミシェル、ウォーバックス役は、サイモン・マスタートン・スミスが演じた。公演は成功し、最初の2回のツアーとマレーシアのゲンティンハイランドでは、アニー役は、フェイス・ピトルハウスとルーシー・メイ・ベーカーが演じた。ミス・ハニガン役は、スー・ポラードとルース・マドック、ウォーバックス役は、マーク・ウィンターが演じた。2001年からのツアーが2007年に一時終了し、2008年9月に再開した。2011年、ミス・ハニガン役は、ポラード、ウォーバックス役は、デイビッド・マカリスター、アニー役は、ビクトリア・サイアン・ルイス、グレース役は、シモン・クラドックが演じ、終演した。2005年8月、ネットワークスツアーズによる30周年、記念ツアー公演が開幕した。マーティン・チャーニンが演出を担当した。初年度、ウォーバックス役は、ジョン・シャック、ミス・ハニガン役は、エイリン、ロバートソン、アニー役は、マリッサ・オドネルが演じた。途中、モリー役がアマンダ・バロンになるなどいくつかの交代が行われた。次年度もアニー役はオドネルが演じた。2007年3月25日、2006年度のツアー公演はメリーランド州ボルチモアにあるヒポドロムシアターで終了した。2007年度、アニー役はバロンが演じ、2008年度、ティアナ・スティーブンスが演じた。マディソン・カースがアニー役の準備中、バロンが一時的に復帰した。モリー役は、マッケンジー・アラジャムが演じた。2009年度、ほぼ前年度と同じ出演者で、アニー役は、カース、ジュライ役は、フロリダ州サラソータの、スポットライトキッズであったジョーダン・ボーゼムが演じた。2012年からブロードウェイにて35周年、記念リバイバル公演が開幕した。トーマス・ミーハンが改訂し、ジェームズ・ラパインが演出した。アニー役は、ライラ・クロフォードとブリール・エヴァ、ペリー、ミス・ハニガン役は、ケイティ・フィンラン、ウォーバックス役は、アンソニー・ウォーローが演じた。グレース役は、ブリン・オマリー、ルースター役は、クラーク・ソレル、リリー役は、J・エレイン・マーコスが演じた。2012年10月3日、パレスシアターで、プレビュー公演が、11月8日に本公演が開幕し、評価は賛否両論であった。ミス・ハニガン役はジェーン・リンチ、フェイス・プリンスに交代した。7月30日、クロフォードの代わりにテイラー・リチャードソンとセイディ・シンクがアニー役のダブルキャストとなった。38回のプレビュー公演、487回の本公演の後、2014年1月5日に閉幕した。2017年、ロンドンにあるピカディリーシアターにて、5月23日から、プレビュー公演が、6月5日から本公演が、上演され、2018年1月6日に閉幕する、予定である。ミランダ・ハートが、ミス・ハニガン役で、ミュージカルデビューし、9月17日まで出演する。ニコライ・フォスターが演出し、マイケル・ハリソンとデイビッド・ヤンがプロデュースする。2015年度の全英、アイルランドツアーと、同様、クレイグ・レベル・ハーウッド、レスリー・ジョセフ、ジョディ・プレンガー、エレイン・シー・スミスが出演する。カナダ、アルゼンチン、オーストラリア、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本に、イギリス、メキシコ、オランダ、ノルウェー、フィリピン、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、1999年、2005年。2006年1、ペルー。ジンバブエ、ロシア、コロンビア、ベルギー、ポーランド、韓国、香港、北、アメリカ、アラブ首長国連邦、デンマーク、プエルトリコ、シンガポールなど世界各地で現地キャストによる公演も行われている。1公式キャストレコーディングがリリースされている。2日本では毎年新たなアニー役によるスペシャルデモレコーディングが収録されている。2016年のアイルランド公演ではアニー役とモリー役は交代で演じられた。日本では1978年に東宝により日生劇場においてミュージカルが初演された。宝塚歌劇団の娘役の中でも特に身長が低かった相田まちが主役のアニーを演じた。2014年公演でグレース役に起用された生田智子はこの東宝版に子役キャストとして出演していた。1986年には日本テレビの主催、制作で日本審判ミュージカルとして上演された。アニー役はアントニオ猪木と倍賞美津子夫妻の娘である猪木博子と後に検察官を経て衆議院議員となった菅野志桜里がダブルキャストで演じた。2015年公演を30年記念公演としており、1986年公演を初演とカウントしている。なお、冠スポンサーは日本審判明治生命を経て2003年より現在の丸美屋食品が務めている。出演者は毎年オーディションを実施するため一部の役を除いて毎年顔ぶれが異なる。大人のキャストには佐藤瞳や浅香唯などミュージカル未経験の俳優、女優、タレントを起用することもある。子役のキャストは毎年9000名を超える応募者から書類選考、オーディションを経て28名を選出。選出後には、劇中でタップダンスを披露する、タップキッズ以外の子役を、ダブルキャスト方式で、スマイル組と、トゥモロー組に振り分けている。以前は、全国各地で公演を実施していた。現在は、ゴールデンウィーク中に、東京公演、夏休みの期間に、東京以外の都市で、地方公演、クリスマスの直前に東京でクリスマスコンサートを開催するスケジュールが定着している。地方公演では毎年開催される大阪、名古屋に加えてその他の地方都市1から2カ所を都市代わりで開催地に指定している。ダブルキャスト方式のアニー役以外の子役は開催地に応じてスマイル組かトゥモロー組のいずれかが出演。クリスマスコンサートへの出演を最後に、当該年の子役が全員、卒業することになっている。現在は、チームバケツ、チームモップというチーム名で公演。劇中でダンスを披露する子役を、タップキッズから、ダンスキッズに変更し公演している。演出は、1978年の東宝版は、尾崎陽一。日本テレビ版は1986年から2000年まで、篠崎康生、2001年から2016年は、ジョエル・ビショフ、2017年からは、山田和也が演出を担当している。日本テレビでは、毎年、情報番組や特別番組で、子役オーディションレッスンの模様を紹介している。2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、東京公演、地方公演とも中止となった。選ばれていた子役については2021年の公演に出演することとなった。2021年もコロナ禍により4月24日の東京公演のみ行われ、それ以降はすべて中止となった。出演者1989年12月には、ワシントン DC にあるジョン・ F ・ケネディセンターにて、ハニガンの復讐が開幕したが酷評を受けた。脚本と楽曲に大幅な改訂が加えられたが、ブロードウェイで上演されるには至らなかった。1993年には、脚本と楽曲が類似したアニー・オーバックスという続編が制作された。アニー試験興行が行われたグッドスピードオペラハウスにて、マイケル・ P ・プライスによる演出でワークショップが行われた。オフブロードウェイにあるバラエティアーツシアターで開幕し、200回上演された。1997年、ブロードウェイ再演でネル・カーターのシーンのために追加された。その後のプロダクションでは使用されていない。2000年、オーストラリアプロダクションのアンソニー・オーローのシーンのために追加された。以降オプションとなったが、2012年のブロードウェイ再演で、ウォーローが出演した際は使用されなかった。ポール・マッカートニーがこの全曲の版権を所有している。日本では、和田アキ子が、トモローを、ジョージアコーヒーのため新たな日本語訳でカバーし、シングルが発売された。1977年、オリジナルブロードウェイキャストレコーディングがリリースされ、1998年9月15日、ソニーからボーナストラックを収録した CD がリリースされた。1995年、ワシントンナショナル交響楽団が演奏し、アニー役はサラ・フレンチ、ミス・ハニガン役はキム・クリスウェル、ウォーバックス役はロン・レインズが演じたロンドンスタジオキャストレコーディングがリリースされた。2008年、タイムライフレコードから30周年キャストレコーディングがリリースされた。キャロル・バーネット、サリー・ストラザース、キャシー・リー・ギフォード、アンドレア・マカードル、ジョン・シャック、ハーブ・プレスネル、ゲイリー・ビーチ、アマンダ・バロンなどの元出演者たちによるオールスターキャストのほか、30周年ツアー公演出演者が参加している。1枚目に公演全編を収録し、2枚目にオリジナルプロダクションからカット、または追加された楽曲、及び続編、アニーにミス・ハニガンズ・リベンジの楽曲、1977年のアニークリスマススペシャルの楽曲を収録した2枚組、CD となっている。ブックレットは、リトル・マーメイドのアリエルやアースラのクリエイターである、フィロ・バーンハートがコミックブックスタイルで描いている。1982年には、コロンビア・ピクチャーズにより、ミュージカル映画、アニーが制作された。ウォーバックス役は、アルバート・フィニー、ミス・ハンニガニ役は、キャロル・バーネット、グレース・ファレル役は、アンライン・キング、ルースター役は、ティム・カリー、リリー役は、バーナデット・ピーターズ、アニー役は、アイリーン・クイーンが演じている。1995年には、続編となる、テレビ映画、アニーにも制作され、アシュレイ・ジョンソン、ジョーン・コリンズ、ジョージ・ハーン、イアン・マクダーミドが出演した。トゥモローのリプライズ以外の曲は使用されていない。1999年にはディズニーによってテレビ映画としてリメイクされた。ロブ・マーシャルが監督し、ウォーバックス役はビクター・ガーバー、ミス・ハニガン役はキャシー・ベイツ、グレース・ファレル役はオードラ・マクドナルド、ルースター役はアラン・カミング、リリー役はクリスティン・チェノーエス、アニー役は新人のアリシア・モートンが演じている。2006年、オリジナルブロードウェイ及び全米ツアーで、孤児役の一人であったジュリー・スティーブンス及び、パートナーのギル・ケイツ・ジュニアの監督及びプロデュースにより、ドキュメンタリー映画、ライフ・アフター・トゥモローが制作された。孤児役を演じた、女性40名以上が集結し、文化的現象ともなった、アニーに、子役として出演した経験を語った。ショータイムで公開され、2008年に DVD でリリースされた。2011年1月、バラエティ誌により、ウィル・スミスが映画の現代版リメイクを検討し、妻ジェイダ・ピンケット・スミスとラッパーの JZ がプロデュースし、コロンビア映画で公開されると報じられた。アニー役をウィル・スミスの娘、ウィロー・スミスが務めると報じられたが、制作が開始される前にウィローは成長してしまったため、ハッシュパピーバスタブ島の少女でアカデミー賞にノミネートされたクアベンジャネオレスに交代した。アニーの監督はウィル・グラックが務め、アメリカ合衆国では2014年12月19日に公開された。日本では2015年1月24日より全国公開されたほか、109シネマズ。MM 横浜クロージング作品としても上映された。ウォーバックスから変更されたウィル・スタックス役はジェイミー・フォックス、グレース・ファレル役はローズ・バーン、ミス・ハニガン役はキャメロン・ディアスが演じている。音楽はオリジナル版の曲の多くを使用し、グレッグ・カースティンとシアのプロデュースによる新曲も追加された。時代設定は世界大恐慌直後の1933年のニューヨークが舞台から現代に変更され、人物設定も異なっている。アニーはその人気により、ポピュラーメディアで多く取り上げられている。2002年の映画、オースティン・パワーズ・ゴールドメンバーにおいて、ドクター・イーブルとミニ・ミーが、ハード・ノック・ライフの JZ 版を歌う。1994年のジョン・ウォーターズ監督及び、脚本のダークコメディ映画、シリアル・ママにおいて、ミセス・ジェンセンが1982年の映画、アニーを見ながら、トゥモローを歌っていると、シリアルキラーとされるベバリーに、羊の足で撲殺される。2005年の映画、リーファー・マッドネスにおいて風刺的ミュージカルの最後に、フランクリン・ルーズベルト大統領が、デウス・エクス・マキナとして登場し、群衆に向かい、かつてある少女が私に明日はまた日が昇ると語った。彼女の養父は、権力のある億万長者だったため、彼女に面と向かって、笑い飛ばすのをやめたが、しかし彼女は本当にいいことに気がついたと思うと語る。テレビでの言及を以下に示すアニメ映画イゴールのクライマックスにアニーを模した巨大ロボットが登場する。その他の著名なメディアにおける言及を以下に示す。ありがとうございます。